はい、こんにちは。日本海各島くつざわです。小林様、石黒様、高島様、小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、のりお様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴してですね、政治活動資金にさせていただきたいと思います。2月12日日曜日 NHK スクランブルデモを開催。多くの方のご参加をよろしくお願いいたします。新ネタ、新情報、 NHK 営業サービスは引っ越しストーカーをやめろーも入れようか検討中。まあ入れるんですけど、毎月役所の役所に行って転出転入届をチェックして契約者の引っ越しを見張っているっていう、それをやってるのが NHK 営業サービスという子会社、 NHK 営業サービス過去株式会社、ですね。これ言われると NHK は非常に嫌だ、聞きましたんで、入れることにいたします。詳細は動画説明欄、デモの詳細は集合場所とかね、説明欄もっと見るをクリックしてください。支部長さんへ都合つく方は、トラメガ持参で参加してください。トラメガの数把握のため、出欠を本部に連絡ください。メールか、ツイッターの DM か、どっちでも多いです。よろしくお願いします。佐川信之。まるでバーニラワニラみたいですけど、渋谷によくいる。浦安支部長がポスティングボランティアさん募集を始めました。お願いできる方は直接佐川にご連絡ください。よろしくお願いいたします。佐川の URL 貼っておきます。有楽町マリオン、政治活動コラボ問題、周知外線、今日の昼間やってまいりました。総理案件になったのに頑なにテレビ報道しないのは隠したいからですね。こんな面白いネタ、毎日毎日情報が更新される、こんな面白いネタワイドショーでやったらウケると思うんだよな。やんねんだよな。ネット外への拡散はめっちゃ嫌なはず。ツイッターの中だけとかに留まってくれてればいいんですけど、外で言われるのは嫌なはず。人の嫌がることを進んでやります。錯乱中。ついでにですね、女性支援への攻撃だって主語をクソでかくして、コラボへの正当な批判を封じ込めようとする共産党の悪口もしこたま言ってまいりました。バカで幼稚で恥知らずで嘘つきで法律守らない共産党が私は大嫌いであります。滅びれやいいなと思ってます。こんな連中ね、子供や孫に残せません。後世に残せません。生きてるうちに滅ぼします。これね、共産党より私が長生きしてやるということではありません。もちろん寿命競争ではありません。コラボ問題、昨夜の進展、2018年コラボ経緯表がどっかから出てまいりました。ひまそらさんが発表しておったんですけども、これ今まで隠してた、書類、黒塗りにしてた書類を出してきたってことは、とはもうコラボは諦めたのかな。小池都知事の必殺技として、あとは国の責任でつって逃げるっていうのはありますんで、厚労省が悪いんだ、厚労省がっていうことにして、うちらは悪くないんだ、言うこと聞いてただけだということにして、コラボを爆破、トカゲの尻尾切りして逃げる気になったのかな。それできて、最近の書類公表なんでしょうか。アウトリーチ食材費60万円、シェルター食材費24万円、というのにですね、俺公務員だけど食材経費でゼロが5個並ぶのは初めて見た。食品なんてね、細かい何十何円ですよね。あと一括購入できないですよね。それがゆえに値切りは不可能ですよね。端数がない不自然さ。文具、食器、衣料品、
合計76,000円、これも怪しい、パソコン一式20万円、これならわかりますよ、販売者との交渉で値切ったのかなっていう感じなんですけれども、疑惑は深まりましたね。食品なんか1年分一括購入なんかできねえもんでしょ、例えば一括購入で全部で60万にしてよーんって言って、いいですよしょうがねえな言うならわかりますけどもね。ひまさん、住民監査請求の経緯なんですけれども、6年ぶりに監査に値するとして請求が実現。前回の監査実現は舛添都知事の公用車使用疑惑、都福祉保健局大混乱、コラボの帳簿としてですね、保健局が表参なる表を新たに作成しました。監査委員会、表参によれば請求者の指摘には当たらない、表参によれば交付した2600万より多い、2900万円の仕事してるし、表参によれば、よって請求者の主張は不正合計には当たらない、表参によれば、ただ不当だ、コラボ側歓喜、ほら見ろ潔白だった、後にこいつらはですね、表参信者であるとか表参バリアって呼ばれてて笑っちゃいました。関西でも表参の根拠となる領収書が足らんし、高額レストランやホテル都の事業と関係ない遠隔地出張費、これ沖縄ですね、辺野古の反対の座り込みとか無能さんやってましたね、であり不適切、不当会計、これらを合理的に説明できるようにしてよ、2月28日までに、これが結論でした。川松都議、最近の発言公表なんですけれども、合理的帳簿の作成は絶望的2月末にできねってとっても無理だって、もし合理的評算を作れない場合、公金詐欺ってならないか、公金詐欺、1円でも公金、横領したら公金詐欺にならないか、額も額だしね、2600万、関西、税金の不適切使用は返金も視野に入れ、返す金あんのかな、そのためのカンパ集まってんのかな、裁判のためカンパ、お願いしますって金集め始めましたけれども、これのためかもしれない。返金されるとそれはそれで役所が大変なんだって。新たな収入として予算案修正して議会に了承してもらわないといけなくなる、仕事が膨大に増える、あと無慈悲に質問する都議も多くいるんでは、結果ね、予算案通りませんでしたなんてなったら大変なことだしね、さらに関西、委託事業者の時間が足らないようだ、福祉保健局はしっかり指導して、全くですよね、昨日委託事業と助成金と補助金の違い、言いましたけど、委託事業なんだからね、これね、役所の内装工事、とかですね、まあまあ、コンセントの位置変えるであるとか、外壁の修理とかと何にも変わんないですからね、委託事業って。それがね、工事したかどうかわからない。工事経費の領収書もないが、金くれでは大問題でしょって話。ペンキ塗ったけど、ペンキを買った領収書はありませんとか、そもそも内装工事してくれたかどうかわかんねえとかですね、壁直してくれたんだがわかんねえ。これがコラボの問題なんですよ。今回は言うほど困難女性を救済したのっていうのが疑惑の肝だし、こんだけ活動しましたの根拠となる帳簿や領収書がずさんなんだよ。再提出ってことですしね。まあ、川松都議の、再提出、合理的帳簿作成は絶望的や。というのが、まあ、進展といえば進展ですかね。1月30日、昨日、衆院予算委員会、アホの立憲民主党、どうなったら反撃すんの？岸田総理、言えるかそんなの。共同通信、立民は反発を強めた。なんつっちゃって、ネットの反応、やっぱり立憲だわ。手の内さらせとか、前もやってなかった？なんで LINE 引かせようとすんの？どんな状況でも自己正当化するのが世界標準だが、公選規定公表しろとか、さすが、
中国のアシスト必死、ほんと外国のことしか考えてない。具体的に言ったら該当しないギリギリのラインで侵略開始するだろう。そのギリギリのラインを探ってご報告するのがこいつらの仕事なんだろう。それじゃまるで立憲がスパイみたいじゃないですか。共産党品がないよなんだそれってな、わかんねえ。公選規定を聞き出してそれをもとにですね新しい禁止事項を作ってですね、自衛隊を弱体化したいっていう理由なのかな。それとも公選規定を聞き出してギリギリ該当しないラインで侵略を開始してもらいたいってことなのかな。こんなこと聞いても教えるわけないのに単なるバカなのかな。さあどれでしょう。まあ、3つともっていう気がしますけれども、なぜ我々はこんなにも嫌われてしまったのでしょうか。これ野党転落した時の民主党ね、そういうとこだぞ。そんなこともわからないところが嫌い。私が生きてるうちに立憲の消滅が見たいであります。寿命戦争じゃないですよ。私の方が長生きした、そういうことじゃないですからね。1月23日都内で私たちの安保を考える緊急市民集会、ひらがな好きだねこいつらね。ひらがな、横にで近くにですねひらがなしかねえ国、ありますけどね。主催は市民連合って、蛇みたいな顔した山口二郎法政大教授がいっとこでしたっけ、安倍側の、大幹部の、安倍側軍の大幹部、佐々木宏新潟国際情報大教授56歳、冒頭挨拶、岸田政権が敵基地を攻撃できると言い出し、日本の平和主義は風前の灯火、無抵抗主義の間違いでは、外観誘致主義の間違いでは、川崎哲ピースボート共同代表、反撃すればミサイルの撃ち合いになる、米中戦争の片側につく思考を抜け出し軍縮を主導すべきだ、どっちにもつかず軍縮なんてデギッカソンなの、スイス見ろって、どことも組まねえからガチガチに防衛してんじゃん。橋とかね、テレビ局とか、いざとなったらすぐ爆破ができるように爆弾仕掛けてね。まあまあ、バカなこと言ってますよ、パヨは。ネットの話、東京新聞かと思ったら東京新聞だった。君たちの考え方憲法違反。軍縮は中国とロシアに言え。ウクライナ見ろ、撃たれてからじゃ遅いの。はははは。革命のためなら暴力上等の奴らが何言ってるんですか。さすがパヨ、頭がおかしい。命より憲法を守るのが大事な変わった人たち。平和主義というかただの売国だわ。佐々木教授、安保は重要な問題だ。生活者のリアリズムに基づいた安全保障を作る必要がある。平和構想をみんなで考えていきたい。これが結論らしいです。東京新聞のこの記事のケツにありましたんで、具体的には安全構想、平和構想、具体的にはこれ何も思いつかなかったからみんなで考えてなんて逃げてない。米中どちらにもつかず日米同盟あるのに無理言うなって、不可能なんだこいつらの主張はさ。共産党はですね、救助を生かした外交で戦争回避って言ってるけど、日本人の有権者さえ納得させられてないから、いいこと言わないから共産党の支持率右肩下がりっぱなしなんでしょ。日本人でさえ、話でなるほどって思わせらんねえのに、説得できねえのに外国政府相手にですね、話し合いでなんとかできるとでも思ってんのかな共産党はな。救助を生かした外交って具体的にはって聞いてもですね、貝のように口を閉ざしてだんまり決め込んで一言も喋らん。どうせ何にも思いつかなかったんでしょうけどね、バカだからね。2022年度自殺者数が厚労省で発表になっておりました。男性14,543人、 67.3%、 約3分の2ですね。女性7,041人、 32.7%、 合計 21,584人、プラス577人ということで、ネットの反応、なお不審死、神奈川県警、これは自殺。神奈川県警って何でも自殺で片付けちゃうんだって、有名ですよ。なんか死亡した後、塀を乗り越えて、建物の内側に落ちた。
これは自殺だとか言っちゃうみたい、自分で自分の手を縛ってトランクに入った後、死亡したとか言っちゃうみたい、男が2倍程度なのはずっと変わらんな、早く安楽死を認めろと、自殺は男が8割だと思ってたんで間違っておりました。8割調べてみたら成功率でした。男が自殺しようとした時の成功率が8割程度、女性はどうか、女性が自殺しようとした時の失敗率が8割、2割は成功するみたいなんですよ。驚きました。男の自殺は女性の場合っていうのが正しいみたいですね。この数見たら、支援すべきはむしろ弱者男性では、困難女性支援法とかできちゃって、なんか伴走型支援とかいう村木厚子が考え出したコンセプト、これはですね、自立させねえでずっと面倒を見るっていう意味だそうであります。税金いくらあっても足んねえね、いくらでもですね、税金をそういう団体に注ぎ込めるように、作り上げたコンセプトが支援型、あ違う、伴走型支援というコンセプト。恐ろしい女だな村木敦子な。若草ボンドパップスコラボは女性しか支援しない差別団体ですよね。コラボは特に若い女性しか支援しない超差別団体ですよね。税金を効果があるかどうかわかんない女性支援団体に注いでたら男の自殺減らねえよ。男が一生懸命働いて納めた税金を効果があるかわかんない女性支援団体に注いでたら男の自殺減らねえよと私思うんですけれども、いかがでしょうか。筋、通ってないなんて思う方は、まあ、コメントでもして、コメント欄に書き込んでください。というわけで、2月12日スクランブルでもよろしくお願いします。メール当院大募集であります。いずれももっと見るをクリックして、そちらからご購読、なさってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。